バイオのロゴデザインバイオタイプ FW、バイオタイプ P バイオは p c a t 互換機に準拠し、Windows を搭載したパーソナルコンピュータのシリーズブランドである。シリーズとしてデスクトップ型、ノート型、PDA 型が販売された。ソニーが1996年から2014年6月まで販売し、2014年7月からは切り離され、 バイオ株式会社に移管されているため、ソニー以外製品、例えば台湾製のものなどにも管されている。登録商標もソニー株式会社からバイオ株式会社に移管されている。ビデオオーディオインテグレーテッドオペレーションの当事後とされ、AV 機能を重視している。2008年7月にはビジュアルオーディオインテリジェントオーガナイザーと再定義された。また、 バイオのネーミング及びロゴデザインは、後藤定友によるものである。なお、ロゴの衣装のうち、バは、正弦波でアナログを、IOY1 と例でデジタルを意味しており、アナログとデジタルの融合というスローガンを掲げている。さらに、ノートパソコンの電源投入時に再生されるサウンドは、プッシュホンの文字対応で、V、A、I、O を謳歌した時の DTMF 音をモチーフとしている。 ソニーは1980年代に展開していた家庭向けパソコン、人ビットを撤退させていたため、バイオは二度目の家庭用、パソコン事業のブランドとなる。そのため、PC 市場への再参入にあたり当時のソニー社長、デイ・ノブユキは、普通のパソコンではソニーが作る意味がないと考えていた。そのため、バイオシリーズでは、以下のように他社製品との差別化が図られてきた。 バイオは目立つ位置に大きく、ロゴがあしらわれている。現行並びに過去に発売されたシリーズについては、バイオの機種一覧を参照のこと。強力な AV 機能と個性的なデザインを取り入れたバイオは大きなブランドを確立した。日経 BP が毎年行っているパソコン満足度ランキングでは、PC ブランドを対象とする調査で、継続的にトップの認知度を有している。 バイオノートを中心に熱狂的とも言える支持を集め、日本のみならず、ヨーロッパや韓国でも高い人気があった。バイオシリーズの出荷台数は、1999年度に約140万台、2004年度に330万台、2009年度に680万台と、徐々に増加し、過去最高となった2010年度は870万台となった。 ただしこれは他の大手 PC メーカーと比較すると出荷台数は圧倒的に少なく2010年の最高台数で比較しても法人市場でデスクトップ PC のシェアを握るレノボやヒューレットパッカードなどの世界的大手メーカーの1、6程度とされる。2009年にはバイオブランドを活かし新興国市場向けに低価格のネットブックを投入するなど2000年代後半には 個性よりも出荷ボリュームを増やす戦略を進めたが、単にブランド力を失墜させる結果に終わった。2011年度には、新興国市場での拡大を見込んで1000万台の出荷を目指したものの840万台に止まり、大幅な減収減益となった。その後も、出荷台数の減少は止まらず、2013年度の年間見通しは580万台であり、 低価格モデルが増えていたこともあって、バイオ事業は赤字が続いており、ソニー本体の経営に影響を及ぼしていた。バイオ 505GX 初代、バイオ C1 日本でのバイオの1号機は、1997年7月に発売されたタワー型のデスクトップ PC、バイオマイクロタワー PCVT700MR である。なお、この機種は百九十六年に、米国で、 先行発売されている。単体でも高価格なデバイスだった、ビデオキャプチャ MPEG-1 エンコーダデコーダと CD、R ドライブを搭載し、ビデオ入力端子によるアナログキャプチャとビデオ CD の作成が可能である。当時の PC では最高レベルのスペックを搭載しており、販売価格は40万円前後である。1997年11月に発売された、 初代バイオノート500は、筐体を銀色と薄紫色の2色で塗り分けた薄型の B5 サイズモバイルノートである。ただし、バイオノート500は、最初の薄型ノートではなく、1995年に発売された DEC のデジタルヒノテウルトラの方が先行している。なお、ノートパソコンについて、ソニーは、バイオノート、ベイノートと、バイオ、 バイオとでは区別して称していた。バイオノートとする場合は、通常のノートパソコンとして使用することを想定し、バイオとする場合は、形にとらわれない使い方をとしていた。デスクトップ製品では、AV 機器としての機能を追求し、i イリンク端子の搭載による DV ビデオカメラの動画編集や、1999年にマイクロタワー系統のバイオアー r で、 本格的なテレビ中なキャプチャーボードと操作ソフトのギガポケットを搭載し、いち早くビデオパソコンとして売り出した。一方、高価格の要因であるビデオキャプチャーやスペックを落としたエントリーモデルのバイオジェ j や液晶ディスプレイを用いて小スペース化を図ったバイオエ l を発売している。日本発売5周年となる2002年6月には、 ノート PC のパーツを用いた薄型の液晶、本体、キーボード一体型のデスクトップ PC、BioW を発売し、持ち運びできるデスクトップ PC を提案した。製品型番はデスクトップ製品が PCV、ノートブック製品が PCG- である。2004年5月の夏モデル発表時、ソニーは Bio というブランドの第1段階は終えたとして、 それまでの、まず目的があって、それをバイオを用いて達成するという位置づけから、様々な目的のために、バイオ自身が変化していく、バイオするというコンセプトへ変えた。これが、第2世代、ルーバイオである。第2世代の製品の特徴としては、まず、イメージカラーの変更が挙げられる。バイオのイメージとしては、バイオレットシルバーが貴重だったのに対し、この製品群のテーマカラーは黒である。 それと同時に、今まで分散して搭載されていたテレビ視聴や DVD 再生などのソフトウェアは、その各機能をまとめたアプリケーションとなり、Do Bio として搭載された。モデルのシリーズ名として、それまでの BioXX から TypeXX に変更され、製品型版はデスクトップ製品が VGC、ノートブック製品が VGN- へと一新されている。 全盛大末期の2004年春、モデルとはラインナップに大きな変化が見受けられた。デスクトップマシンでは、本体液晶一体型のアナログテレビチューナー搭載のテレビパソコンとして使える、タイプ V、バイオ W の実質的な後継機種のタイプ M、ハイスペックなタワー型のデスクトップ PC のタイプ R、デジタル中7ーー内蔵による、テレビ番組の長時間連続録画機能に重点を置き、 ハイビジョンテレビとの接続にも対応としたタイプ X などが順次発売。ノートブックマシンではバイオノート505エクストリームの後継モデルとして液晶天板にトーレ製のカーボンを用いるなどして同機種よりもさらに軽量化を実現したタイプ505エクストリームシリーズやタイプ R をノートマシン化させたようにも見える高スペックな B4 サイズのタイプ A。 バイオ TR を継承した B5 ワイド液晶のタイプ T や A4 ート PC のエントリーモデルとされたタイプ E およびタイプ K などが発売された。また、それまではホームユーザーを主な利用層としていたバイオを法人分野の業務用途に向けてカスタマイズされたモデルの展開が開始された。2005年には当時のデルが BTO 方式で勢力を伸ばしていたのと同等に ソニースタイルを利用する直販あるいは一部の家電量販店においたリアルサイト双方から CTO による受注生産で販売を行うバイオーナーメイドの取り扱いを日本の大手メーカーとして初めて開始した。2006年にはインテルコアプロセッサーを搭載した新系統モデルが発表され、2つの GPU を用途に応じて切り替え可能な。 ハイブリッドグラフィックス機能とエクスプレスカードスロットをバイオで初めて搭載したパワーユーザー向けのタイプ S とマグネシウム合金を用いて軽量化したタイプ精レイシワンセグチューナーを内蔵し本体 HDD に録画も可能なタイプ T などが発売された。これらはオーナーメイドモデルに限って液晶天板を タイプ505エクストリームよりも材質が進化したプレミアムカーボンによるものが選択できる。HDV 方式で撮影、録画された動画編集にも耐えうるハイスペックを誇るセパレート型のデスクトップマシンタイプ R マスターはディスプレイ同梱版で実売価格40万円程度と前代のマイクロタワーや RX 並みの高価格モデルとして売り出された。 同年の夏、秋冬モデルは、インテルコアにプロセッサーが登場し、2007年春、モデルは、Windows Vista への更新に伴いラインナップが、ターンサイクルで一新されたが、Type-T と同等の性能を、文庫本台サイズで実現するとともに、指紋認証や Bluetooth、無線 LAN を搭載し、SSD ドライブでのゼロスピンドル化にも対応した Type-U が注目を浴びた。 またレッツノートに対抗した軽量で丈夫なビジネスモバイルマシンとしてタイプ G が発売されている。第2世代バイオの CPU はほぼインテル製で AMD 製は2004年発売機種でごく稀にしか存在しない。2007年5月16日の決算発表会で PC 用ディスプレイと標準型デスクトップの収束が発表された。今後は付加価値があり、 差別化が図れるタイプ、R マスターやタイプ、X リビング、もしくは TB サイド PCTP1、フルハイビジョン映像の編集や高解像度画像の、フォトレタッチに耐えうる、ハイスペックな CPU、GPU に、大型ワイド液晶を搭載した、ノートタイプのタイプ A とタイプ K、かつてのタイプ V や、バイオ W の本体液晶一体型のテレパソを、継承しつつも、ボード PC として、 一定の過半性を持たせたタイプ L などの AV 思考の強い製品に注力していった。実際に第2世代バイオでの中心コンセプトとされた Do バイオはなくなるなど、第2世代バイオとは違った展開を見せている。2007年5月17日にはバイオ国内販売10周年記念としてタイプ T の新型で VGNTX の後継となる。 VGNTZ 系統の製品が発表。2008年秋モデルではそれまでメインストリーム的なモバイルノートだったタイプ製レーシが収束し、北米市場で先行発表されていたタイプ Z が発売された。2008年に廉価なネットブックで海外メーカーが流気すると価格崩壊を懸念したため同分野の機種発売には消極的であると報じられていた時期もあったが、 2009年1月に一般的なネットブックより小型活高解像度でインテルアトムプロセッサーを用いたタイプ P を発表。それまでのタイプ U シリーズよりも大幅に廉価な10万円以下の実製価格で売り出された。同シリーズはポケットスタイル PC と提唱し G パンの尻ポケットに本体を差し込んで歩く広告が制作されている。さらに他社のネットブックと 同程度のスペックながら、バイオソフトウェアを搭載した、エントリーユーザー向けの、バイオネットブック、W シリーズが8月に発売。10月の Windows 7の発売時期には、タイプ5 0 5 x t r e m e や、タイプ P をしのぐ薄さと長時間稼働を10万円、前後の実製価格で実現した、バイオ X シリーズが発売された。これらモデルより、シリーズ名称が、タイプ XX から、 XX シリーズとなる。また、一部のシリーズから品番が新しくなり、ボード PC ノート PC を問わずすべて VPC から始まり、ハイフンがなくなった。2010年1月発売の春モデルより、シリーズ名が XX シリーズとなる。新系統のモデルとして、N シリーズと F シリーズの中間レベルの B4、ワイドノート、E シリーズと、 S, S シリーズとほぼ同等な外観ながら、高角ドライブを省いて、省電力化を徹底した Y シリーズ、先代のタイプ Z のスペックをより消化した Z シリーズが注目されている。2010年7月発売の夏モデルでは E シリーズの EE 系列に AMD アスロン2デュアルコアプロセッサを搭載。バイオが AMD 社製の CPU を搭載するのは、第3世代では初。 歴代世代でも数年ぶりの採用となった。2012年6月発売の夏モデルよりシナバンが一新され、J シリーズを除く全モデルで SV から始まるようになった。また、バイオ発のウルトラブックである T シリーズが新設された。T シリーズ自体は2010年春の販売終了以来約2年ぶりに復活した。ソニーは2005年より 直販サイト、ソニーストアや一部の量販店でのカウンターで、オーダーメイドでの注文を受け付けるようになった。ソニーではこのサービスを、バイオーナーメイドと呼んでいる。CPU やメモリ、ハードディスクドライブなどといったハードウェア仕様から、プリインストールされるソフトウェア、その他周辺機器など自由にカスタマイズできる。また、タイプ S のプレミアムバージョンやタイプ U の、 ゼロスピンドルモデルなどのオーナーメイド限定の製品や構成もある。オーナーメイド製品にはメーカーから購入者に当てた事業本部長の署名入りのメッセージカードが同梱されている。ありがとうございます。